一足早いクリスマスプレゼント、 KO シーンをいつ見せてくれるか、辰吉丈一郎。流れによってはファイターに変身して最後まで辰吉に食い下がりたいという順カーになる。今日のジャッジ、上中一郎さん、そして安田博史さん、そしてレフリーは松本博史さんが務めます。さあ浜田剛さん、はい、チャンピオンになっての初めてのこのリングというのはそれなりにやはり違った緊張感がありますでしょうね。でも辰吉の場合は日本チャンピオンが目的じゃないですからね。なるほど。一つの通り道にしか過ぎないと思うんですね、はい、ですからチャンピオンになったからの緊張感というのはさほどないんじゃないかと思いますね。はい、注目の第1ラウンド、ゴングが鳴りました。お互いに軽くグラブを合わせて、さあ辰吉、準カーディナルは我々にとっては非常に未知な力の選手です。右のリードパンチをまずカーディナルが出します。左のリードパンチから右、辰吉の左、ファイティング畑さん、はい、これまで辰吉はこれまでの4戦はだいたい1ラウンド少し見るような感じがあるんですが、そうですね、今日もやっぱり分かりませんから自分から行くよりね、はい、よく見てた方がいいんじゃないかなと思いますよ。今のジャブ忘れずにね、どっちかというとやっぱり辰吉君は上手いですからね、左の使い方がね、はい、非常の左のアッパーですか、お出口もいいしね。さあここまでの動き、まだ浜田剛さん、はい、1分しか経過してませんが、辰吉の動きはいかがですか。リズム乗っていいと思います。相手のカーディナルの動きを見てですね、もう辰吉はどういうタイプかもう分かってると思いますよ。そうですか、はい、今左を顔面にヒット、そしてアッパーを突き上げました。そして左のこれはもうストレートですね。これはいいですね、いいパンチですよ。左がよく伸びます。この左を出す真似しながら、出さないで、出すのか出さないか分からないような出し方でまたバチーンと出すと、これはフェイントにもなるし相手にもとってもやりにくいんですね。はい、辰吉は164センチですが、リーチ178センチというのはこれまた大きな武器になっております。白のトランクス、赤のスパンコールでサイドライン、そしてベルトライン、シューズも白に赤のスパンコール。さあ早くも辰吉がラッシュする。ニュートラルコーナーに準カーディナルが詰まった。おっ、この辺のところ準カーディナル、やはりこの辺は気が強い。時にはファイターに変身すると、本来はボクサータイプだがいつでもファイターに変身するよと、そういうふうに言っておりましたが、その辺の気の強さはあります準カーディナル。さあ辰吉もしかしこの第1ラウンドは無理はしません。一旦はニュートラルコーナーに詰め込みましたが、さあ大きな左右のロングフック、右を食いました。右のロングフック、原田さん思い切って振ってきますね。あれ気をつけてもですね、ウィンクの人はやはり足をぶたしてですね、はい、右のああいうクロスが大きいで打ちますからね。そういえば辰吉がダウンを消しました東京ドームでのエアウ3番との試合は、下がるところへ左のロング食らいましたね。そうですね、力を出ました。おっと辰吉の左ガクッときました。準カーディナルのお得意の辰吉ポーズ、早くも右手を振りました辰吉。残りわずか、右のアッパーを突き上げました。そして左のボディ、そして左、ここで第1ラウンドゴンが鳴りました。さあ第1ラウンドの採点はしておりますが、この時は1ラウンドダウンを喫したものの最終ラウンドまで粘ったということです。さあ辰吉の左が出ます。辰吉スピードありますよ。とにかくファイティング原田さん、はい、世界戦の大体スケジュール通りの調整をしてきたという。なるほど、やはり7戦でね挑戦するようにやっぱり会長自らそう思ってやって、その通り今来てますね。そうですね、まず4戦目で日本としてこの目標を達したわけですからね、はい、そうですね。さあ赤コーナーに詰め寄ります。やっぱりこういういい選手は大事に育てたいですよね、はい、そういう意味でね。さあ辰吉の左、さあ辰
強し、2ラウンド KO なるかどうか。左、得意の左、左を出す、左かなり効いている。思い切って最後のロングフックで対抗するカーディナルですが、右が今度入った、右のパーが顔を捉えております。カーディナルも勇敢に打ち返しますね。はい、さあそして右、カーディナルが打ってくると立つ人もやりやすいんですよね。そうですね、はい、さあこの辺はドラッとガードを下げて誘うような動き。辰吉右相打ち、相打ちではパンチ力は辰吉の方が圧倒的に強い。放送席一丁田さん、はい、辰吉サイドなんですがね、大久保トレーナーに聞きますと今のインターバル何を言いましたかと聞きましたら、フィニッシュだけだと力強く言いましたね。そうですか、はい、山本アナウンサーの赤コーナー辰吉サイドのリポートが入りました。さあボディが入りました、左のボディ。辰吉はこれまでの KO いずれも左ボディが主になっております。左の連打、まだあと1分半近くあります。第2ラウンド、辰吉が早くも得意の左ボディを連発しております。またグラッときた。さあジュンカーディナル左のアッパーを突き上げました。しかし原田さん、カーディナルも打ってきますよね。打ち返してるからいいんですよね、逆にね、はい、非常にやっぱり勇敢ですよね。さあ右ストレート打ってますが、もうちょっとスピードがないですね。ですから辰吉には分かりやすいんですね。さあ辰吉、わっと今度は右のフックをつき、右のワッパーを突き上げました。時たまこういう食うのがあるんですね、辰吉は、はい、さあニュートラルコーナー詰め込んで左のボディです。お得意のボディ、まだあと30秒近くあります。第2ラウンド、右目だいぶ張りましたね、カーディナルは。あ、そうですね、はい、早くも右目を気にしております。左目ですね、はい、そうですね、左を振ってますね、はい、右目を気にしてます。バランスを崩しました。さあ残りあとまだ20秒、思い切って打った右のフック、これは気をつけなきゃいけません。辰吉の左、ナイスボディ左、そして右のストレート顔面。さあロープに座った、ナイスボディ、ダウンか、ダウンダウンダウン、ジュンカーディナルダウン。カウントアウト、2ラウンド KO 勝ち、辰吉丈一郎。辰吉の強打が爆発しました。そしてデビュー戦、辰吉はあまりにハードパンチャーなためにマッチメイクが難しい。相手は韓国の選手チョイ・サンミョン。辰吉は予想通りの爆発力を披露。この試合でなにわのタイソンというニックネームはより一層世間に知れ渡った。なにわのタイソンと呼ばれているけど、人の名前借りてね、まあ、そういうのは背負っていきたくないですけどね。やっぱ自分の名前でこうバーンデカデカ出た方が僕としてもいいし、親父としてもいいしみんな周りの人とか友達とか飽きてる。じゃあもう僕の負けたいとこ見たいみたいですデビューから2戦目には早くも10回戦、東京ドーム、あのタイソンの前座でまたしても外国人選手と対戦した。昭和45年の5月15日生まれ、19歳、左を放ちました。デビュー2戦目で早くも10回戦という異例の東京ドームのリングです。左を放ちます。エア3番前に出ていこうというところ。アマチュアの戦績が19戦18勝、そして 18KO、KO 率 100%、 わずかに1敗。プロデビューは昨年の9月で韓国のチェを2ラウンド47秒ナックアウト勝ち、これがプロ2戦目です。中学卒業と同時に大阪帝拳に入門しました。昭和62年の全日本社会人選手権バンタム級で優勝しています。ファイティング原田さん、この辰吉のボクシング東京では初めてですが楽しみですね。そうですね、非常に素晴らしいですね。ハイスター上がっててから随分2戦目してずっとやと思ったけど、はい、試合もその後も非常に面白いですね。あ、そうですか、すごくいいジャブ持ってますしね、はい、浜田剛さん、どういうふうにご覧になりますか、はい、左。そうですね、ガードを軽く下げて、速いパンチを出すと菅野いい選手が大体やるフォームなんですね。はい、左、速いですね、スピードありますよ。左のボディーブロー、そしてアッパーが得意という
辰吉丈一郎です。身長は163センチなんですが、リーチが178センチあります。まさにボクシングをするために生まれてきたような体です。下がっていきました。おっと、ここでガードをだらりと下げました。余裕の表情です、リング上の辰吉丈一郎。しかし昨日おとといあたりは緊張であまり寝られませんでしたというようなことを笑いながら話していました。白いトランクス、赤い文字でジョーと入っています。丈一郎は本名です。左のパーカット、左ファイティングハラさん、はい、左を下します。あ、左、じゃあナイスジャブですね、はい、おー、いいカウント。右のカウンター、左、辰吉が攻める。エアウ3番前に出ていきます。対します、タイ国のエアウ3番が71年の3月31日生まれ、まだ18歳です。前のタイのバンタム級チャンピオン、現在は2位にランキングされています。16歳でボクシングを始めました。じりじりと前に出てきます。辰吉が下がりました。第1ラウンド2分20秒を経過しようというところです。中央で打ち合い、エアエアウ3番の左、辰吉を思わず何左手を振りました。ちょっと勘はいいんですが、勘だけで避けて、ガードが間に合わない時があるんですから、もうすぐガード上げないといかんなとちょっと気になったんですけどね。あ、そうですか、はい、さあエア3番がかなり攻める。右、辰吉の右、左、エア3番の右、これを空振り、左の左棒。さあこの辺りどうでしょう、このラウンド残り10秒、辰吉落ち着いてはいますけど、もうすぐガードを上げた方がいいですね。はい、第1ラウンドほとんど時間がありません。やっぱり全チャンピオンだけあったの、左、そういうところ見逃さんですから。ああ、そうですか。第1ラウンドここでゴングです。放送席の採点は10対9、ファイティングハナソン浜田さんが10対8、エアウ3番がちょっとしたところを見逃さないですね。はい、さあ第2ラウンドです。このあたり気を引き締めて戦わなければいけません。辰吉丈一郎、プロ第1戦はこの第2ラウンド47秒に韓国のチェ・サンミョンをマットに沈めています。左のボディーブロー、そしてフックが得意だという辰吉なんですが、ちょっとこの試合の前左肩を痛めているということで、そのあたりが心配です。好きなボクサーは3階級制覇を成し遂げたアレクシス・アルゲヨ、バランスの良さ、そして打たせないところが好きだということなんですが、残念ながら第1ラウンドは左のフックを振っています。勝つボクシング、同じ人間どんな相手とやっても勝てないわけがないというのが信条だという辰吉。エアオ3番画面に出てきます。大阪帝拳の吉井会長は、持って生まれた素質、そしてナックルの返しは教えたものではなくて天性のものだと話しています。ファイティング原田さん、はい、第1ラウンドをご覧になって、この辰吉の動き、ボクシングどういうふうにご覧になりますか。そうですね、非常にいいなと思ったんですけどもね、一発下がって下がるときにですね、やはり合わせられるような、3番の左フックですから、ね、はい、大振りが効きますね。ジャブポッと入って前に入っていくといいんですけどね、ちょっとポッとバックステップする感じですからね、だからちょうど相手の距離に入っていくんじゃないかなという感じを受けですね、はい、浜田剛さん、はい、左のボディーブローです。ちょっと低かったですけど、いい、アッパー落ちますね、はい、やはり自らも言うように、この左が大きな武器になりそうですね。やっぱり左が強いっていうのはいいですね、はい、左は世界を強いという言葉もありますから、だから一発で下がらない、2発3発と前に入って逃げするといいんですけどね、ジャブで一発下がって、そのガード下がってますでしょ、だから右も怖いですよね、はい、右一発外して右カウンターです。辰吉左、辰吉も相手の空いたところを要所要所で攻めますね、うまいですよ、はい、辰吉攻める、ナイス、2段パエア3番がロープに下がった、辰吉チャンス、いいパンチ入ってますよ、はい、ボディーブロー、左左か右、ナイスパンチ、ワンツー、ナイスボディーブロー、ダウン、たまらずダウン、エアウ3番崩れるようにしてマットにしてみました、はい、左のボディーブロー、下げるか、さあどうもない、苦しそうだ、辰吉軽く肘を振っている、カウント10、ナックアウト勝ち、左のボディーブロー一発で仕留めました。将来への大きなこの期待を抱かせる左のボディ、もう一度ご覧いただきましょう。これです、この後カウンターで入りました、はい、3戦目、辰吉は WBC のインターナショナルチャンピオン、フィリピンのサミュエル・デュランと対戦。今までの相手と違い、辰吉は苦戦を強いられた。第3ラウンドに8カウントのダウンを奪った辰吉だが、決定打がなかなか出ない。結果的には見せ場を作っての第7ラウンド KO 勝ち。
世界ランキングの下位に名を表したのだが、辰吉は不満でいっぱいだった。おそらくこんなに打たれたのは初めてだと。辰吉は4戦目にして日本タイトルマッチ、勝てば史上4人目の最短チャンピオンの誕生となる。辰吉丈一郎です。明るいブルーの縫い取りがキラキラと光ります。ブルーのキャンバスの上、左のアッパーを見せました。チャンピオンの岡部、岡部のワンツー、ちょっと浅いか。辰吉の左、いや岡部の左が辰吉の顔面を浅く捉えました。芦田さん、はい、青コーナーです。船越さん、辰吉陣営ではやはり第1ラウンドの動きは非常にリラックスしているということですね。あ、そうですか、はい、で右 の、 あのボディーブローを狙いたいということです、第2ラウンドからプレッシャーをたくさんかけていきたい、このラウンドからが勝負です、はい、やはり第1ラウンドは見ていくという勝負のようですね。なるほどね。芦田さん、はい、赤コーナー関会長ですが、はい、村山さん、第1ラウンド硬さはそれほどでもない、うん、辰吉がフェイントをかけてきているので、はい、それに乗らないように注意している、はいはい、さあ今のフェイントという話なんですが、浜田剛さん、はい、辰吉のフェイントというのはどういう風なことなんでしょうか。表情でフェイント出してるんですよね。あ、そうです、辰吉右、はい、はい、ですから、まあ、とにかく乗ることはないと思います、はい、岡部は徹底的に避けることを考えます、はい、今度は岡部の左、応援団がどっとどよみきます。試合は第2ラウンドに入っております。おっと、左のストレート、日本バンタム級のタイトルマッチ、第49代のチャンピオンが岡部茂、もしこの試合に挑戦者の辰吉が勝ちますと、戦後50人目の日本バンタム級チャンピオンの誕生となります。辰吉はこの試合に勝って、その後2つ挟んで7戦目で世界挑戦を果たしたいと言っておりますが、これは吉井会長のアイデアでもありますが、もし7戦目に世界挑戦に成功いたしますと、日本では最も早く世界チャンピオンになるという。さあスピード姿勢、このためにも負けられません。激しい打ち合いです。クリを詰めます。左のボディーブロー、ロープに詰まった、岡部の右、辰吉の右。さあこの打ち合いどう見ますか、原田さん。まあ、互角だと思いますね。互角、はい、非常に優秀ですね。打たれっぱなしじゃないですからね、岡部。はい、はい、辰吉の左の目の下が赤くなりましたね。そうですね、ちょっと食いましたね、食ってますね、はい、はい、ただ辰吉はやりにくいんですよ、岡部が下がりっぱなしですから、はい、やりにくいところあるんですね。それで下がったところから腰が入らないで岡部が打つパンチですから、はい、手だけ伸びてくるんですね。ほうほうほう、ですからやりにくいですね。あ、そうですか。辰吉が勝負をかける。岡部の戦い方はこれでいいと思います。あっと、辰吉の右、岡部が大きく上体を揺すらしまして、これをかわしました。相手のパンチを殺します。それと原田さん、はい、先ほどご指摘のありました辰吉 の、 そのガードが下がるという面なんですが、はいはい、今日は割合にしっかりと持ってます、ね、でもね、2、3番としてはちょっと下がるところがありますね。あ、そうですか、はい、今左が下がってますね、はい、これで第2ラウンド終了です。お互いに顔を見合わせて分かりました。このラウンドも10対10の互角であります。まだ差が出ておりません。これが岡部茂の応援団です。ちょっとコーナーから出てくるときに左の目を気にいたしました、辰吉丈一郎。ワンツー、うん、岡部打たれた。もし打ち合いになりますと、浜田さん、はい、先ほどの話のように相手の辰吉中に入ってしまうということですね。辰吉の思うつぼですね。そうなんですね。打ってくるところにチャンスありますから、はい、芦田さん、はい、赤コーナー関会長も辰吉が出てきたんで、まっすぐ下がってはいけない、うん、足を使って左右に動くようにと意識です。そうでしょうね、はい。芦田さん、はい、青コーナーの辰吉陣営では狙うなという指示がたくさん出ています。あ、そうですか。でやはりワンツーを使ってリズムを作ることが大切であるという話が盛んに出ています、はい、そういえば大阪帝拳ジムで世界チャンピオン渡辺二郎選手の試合を何度もこのリングサイドで観戦したことがありますが、常にリズムリズムという言葉がコーナーから飛んでおりました。足を使います、岡部茂。おー、左一気だ、急さ、一旦ダウン、岡部ダウン。さあこの回復はどうでしょうか。8、9、さあ辰吉のこのモーションを見てください。岡部はこれをしのげるか。足に効いてますよ、効いてますよ。
さあ4戦目にして日本最短出世記録を作ることができるか。竹内恭一郎、世界を目指すアニマの女王、アニマのタイソン。岡部は止まっちゃいかんですね。足ですね、足を使わなければいけません。止まっちゃいかんです。岡部茂、さあもつれた足はどうでしょうか。どうにか回復した模様にも見えますが、さあここで辰吉がどう攻める。ここは焦らないか辰吉。あっとまたワンツー、もろいもらいました。岡部茂、辰吉は余裕を見せてるんですね。そうですね、はい、さあ赤コーナーに追い込んだ岡部、打ち返すが力がない辰吉。とどめは右、さあ2度目のダウンだ、2度目のダウンだ。大丈夫大丈夫とうなずきました岡部茂。ダメージありますね。ありますね、ありますあります。さあ残り時間30秒になります。第4ラウンド、さあ辰吉まとめて打つ、まとめて打つ、まだ20秒ある。第4ラウンド、岡部力がない。辰吉攻める、追い込んだ。さあどうだ、アッパが効いている。辰吉ボディブロー、試合終了、新チャンピオン誕生。なにわのタイソンが日本のタイソンになりました。初めて巻いたチャンピオンベルト、いかがですか。嬉しいですね、すごい嬉しいです。